明智が？昨日お姉ちゃんから聞いたの。明智くん自分で警察に出頭したって。一連の実行犯としてね。生き延びていたんだな。明智くんが生きてて自分から出頭して、これで良かったんだと思う。明智くんが生きてて罪を償えるなら悪いことじゃないよね。だな。今は喜んだ方がよくね。うん、私が許可する。今日は好きなだけ騒げ。許可出すのは俺だけどな。ま、多少は多めに見てやるが、ほどほどに。よっしゃ、メリークリスマス。聞いてねえな。まあいいか。おお、壮観だな。先に言っておく、俺は料理を持ってこれなかった。その代わり皿洗いは任せてくれ。普通にみんなで片付けよ。で、誰が何持ってきたんだ？私、そのシーフードのマリネ。うん、うまっ。私は好みが分かれるかもって思ったけど。うわ、靴下の匂いすんだけど。うん、あ、うまっ。よかった。これ黒缶ブッシュだよね。すごいかわいい。それ私が作ったんだよね。プチシュー買ってきて積んだだけだけど。食べるのが惜しい仕上がりだ。やはり甘いものはあんだな。けどそれだとこっちの箱は誰の？おお、これもスイーツっぽいな。ちなみに私じゃないぞ。あー、俺だったり。リュウジがスイーツ。スイーツ、スイーツ。おい、んだその意味ありげなリアクションは。ほら、ちょっと意外だったから。リュウジってどっちかっていうとお肉、チキンとかのイメージだったし。リュウジがチキン。あ、ごめんね、変な意味はないんだよ。あ、マジなフォローをやめて。余計傷つくっす。俺の話聞いてた？ほらほら落ち込まないの。せっかくみんな揃ってのパーティーなんだから。みんな、モナちゃん。言わないようにしてたけど、やっぱり考えちゃうよね。モナがいてくれればな。呼んだか？ああ、ちょうどお前の話を。はあ！え、ちょ、嘘、消えたよね。消えたのは異世界の方の我が輩だけだったみたい。じゃあ何？猫として現実に残ったってこと？目が覚めたらこの姿で渋谷に放り出されてたんだ。すぐにここまで向かったんだけどよ、意外と時間かかっちまった。そうならそうって言え、バカ。心配したんだから。たく、じゃ俺からもサプライズだ。さっきの話じゃねえけど、チキン用意しといたからよ。テーブルにスペースあるか？おお、さすがご主人。何もかもが絶妙なタイミングだ。さあ始めようぜ、打ち上げ兼我が輩の帰還パーティー。調子に乗るな。ようやくいつも通りだね。スイーツクローゼット、俺のスイーツ。
なあ